学びポケットは NTT コミュニケーションズが提供する学校教育の本格的なデジタル化を支援するプラットフォームである。学習コンテンツにアクセスするためのポータル画面のほか、利用者管理や校内 SNS などの基本機能を提供。一つの ID で複数のコンテンツへアクセス可能なシングルサインオンも搭載。このため学校や自治体などの導入組織において、 新たな設備投資や ICT 技術者の確保が必要ない。総務省が行った先導的教育システム実証事業において2014年から約90校、約1万人を対象に ICT 導入の検証を行ってきた経験を活かし開発されている。そのため2017年6月に総務省が公開した 教育クラウドプラットフォーム参考仕様に準拠している。その他の学習コンテンツは公式サイトに掲載。先導的教育システム実証事業。総務省。2019年5月20日閲覧。NTT コム。学校向けのオープンプラットフォーム。学びポケットを提供を開始。日本経済新聞電子版。2019年5月27日閲覧。 日本 e ラーニング大賞 e ラーニングアワード2016フォーラム2019年5月8日閲覧 n t o カーム、設備投資不要デジタル教材豊富な学びポケット4-1開始リセマム2019年5月20日閲覧総務省次世代学校 ICT 環境の整備に向けた実証に参画突破印刷株式会社 h t t p s p r t i m e s j p ュメインス m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 3 0 3 4 h t m l 2 0 1 9年5月20日閲覧ありがとうございます。